礼いたします。足湯どうですか？気に入ってくれたようでよかったです。ここから見える山の景色、絶景ですよね。私、ここだけはどこの旅館にも負けない自信があるんですよ。山の景色を見ながら、こう、美味しい空気を吸って、ぼーっとしてみてください。本当に山の緑ばかりで、何にもないんですけど、心が落ち着きますよ。あ、冷たい麦茶を入れますね。麦茶になります。ミネラルたっぷりで体にとてもいいですよ。のぼせないように少しずつ飲んでくださいね。では軽いマッサージをいたしますね。足湯はそのまま浸かりながらで大丈夫です。楽にしてくださいね。それでは肩から失礼いたします。わ、体ガチガチですね。首の付け根と肩先を結ぶ線のこの中央、ここ懸垂のツボというのですが、ゴリゴリですね。ここまで凝っていらっしゃると頭痛もありますよね。しばらくじっくり揉んでいきますね。
く出てきましたね。ここまで来るのも疲れましたよね。皆さん、わざわざこんな山の中まで来てくださるので、こうして足湯をしながらのマッサージを提供しているんですよ。疲れた体が少しでも楽になりますようにって。それに、今日お客様に出会えたのは何かの縁かなって私思うんです。巡り合わせっていうんでしょうか。そう考えた方が素敵じゃないですか。ほぐれてきましたよ。では、手のマッサージもいたしますね。クリームを塗って、しっとりいたしますよ。こちらの手から。ぬり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 。指から丁寧に塗っていきますよ。肘の方まで、ぬりぬりぬり。指、長いですね。褒めてるんですよ。
も反対側も。失礼いたします。こちらも指の方から。ふり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 。手にもたくさんのツボがあってリラックスできますよ。それでは次はホットタオルで耳と首元を温めますね。熱くないですか？よかったです。こうやって温めることでリラックスしますよね。湯冷めしないように肩にタオルを失礼いたします。それではお部屋に参りましょう。眠いですよね。どうぞ、そのまま休んでてくださいね。
綿棒で耳奥まで洗浄していきますね。
表面をなぞっていきますね。
ちを耳の奥まで詰めて水取りをしていきますね。それではピンセットで髪を取っていきますね。していき